どうも皆さんこんばんは、しょうがないとです。今回はですね、前回岩下志麻さんの曲もいいので聴いてくださいって言ったんですけど、それもちょっと皆さんと一緒に聴きたいなと思って、お呼びした限りでございますので、ちょっとお付き合いいただければと思います。岩下志麻さんって何曲か出されてるんですけども、やっぱり18歳の彼っていう曲の、カバーなんですけどね、ダリダさんっていう、シャンソン歌われる、歌手の方がいらっしゃるんですけど、その方のカバーの、18歳の彼っていうのがね、本当にいいんです。この18歳の彼っていうのね、山本リンダさんも、歌ってらっしゃるんですけども、それはね、山本リンダさんって言うと、やっぱりカバーすると、ただ、単純に歌が上手い人になっちゃうっていう残念ポイントがあるんですけど、岩下志麻さんはね、そういったところなくって、岩下志麻ここにありっていうのがね、感じられる、歌いっぷりですので、一緒にちょっと見ていきたいと思います。それではちょっと失礼いたします。始まりました。これね、歌唱映像がないのが本当に残念ですよね。綺麗なんですよ、岩下志麻さんって本当にね。この世のものとは思えないなって思います。本当に演技が下手でよかったなっていうか、下手じゃない、いいです。いいですよね、岩下志麻さん。歌がね、こういう。やっぱね、なんだろう。べらぼうに美人っていうことがね、全部に聞いてきますよね、歌声にも。で、シャンソンっていうのを選ぶっていうか、シャンソンって、ね、言うなればはなんかね、何でもありって言ったらあれですけど、ジャズといいシャンソンといい、やっぱりその人がこの人がやるから成り立つっていうことがあるんですよね。で、今聞いていただいてるんですけど、18になったばかりの彼18歳の彼ってね、語りとか基本ないんですけど、ただね、岩下志麻さんは私やっぱ桃井かおりさんも言ってましたけど、歌うように喋るっていうことになって言ってましたけど、だから歌も喋ってもいいんだっていうことを教えてくださる。私に言ったのはたった一言。あ、いいです。君が欲しい。これもね、本当にピンクレコードってありましたけど、もうその分野ですよね、これね、本当に。美しい青空だった。岩下志麻さん、本当にね、セクシーというか、いやらしい、本当に。うぬぼれ強くて若さだけ。そう、本当はね、こういう歌のパートだけの曲なんですけど、やっぱりこの曲のセクシーな部分を出すのに、岩下志麻さんがどうするのが一番いいのかっていうのを考えあぐねた結果、ま、見ました、今の寂しかった心残りでも引き止めもせずに行かせたの。あん、ちょっと行かせた、ちょっともう一回聞いていいですか。ちょっと失礼します。見ながら寂しかった。あ、寂しかった。吐息頭蓋がね、やっぱり引き止めもせずに。聞いてください。行かせたの。このね、手前の、そうしずか行かせたの。あ、もうちょ、行かせたの。いいですよね、これもう。カセット世代だったらもうここだけ何回もループで聞いちゃうと思いますよね。巻き戻して巻き戻して、いいですね、本当にこの曲は。レコード欲しいな、どっかに置いてないですかね。なんか近所のレコード屋さん、なんか桃井かおりさんのね、レコードはなんかめちゃくちゃいっぱい置いてくれてるんですけど、岩下志麻さんのこれがね、なかなかないんでね、流通がないのかな、もしかして。いや、もうセクシーだわ、本当に。本当にね、綺麗な顔であることをいいことに、やりたい放題されてるっていうところが、やっぱり岩下志麻さんのいいところかなというふうに、感じるレコードでございました。
ということでね、本日もこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっと短いですけども、それでも皆さんもね、あのセクシーさを岩下志麻さんから学んでいただければと思いますので、この曲もたくさんぜひ聴いてください。あのダリダさんのバージョンもいいですし、山本リンダさんのバージョンもいいかなと思いますので、その辺もね、あのぜひ聴いていただければと思いますので、それではそろそろ皆さん、お下がりください。失礼します。